漢字の勉強をしましょう。 Today we are going to learn basic 漢字 Lesson 3土、山、川。 Last time we learned these three 漢字、水、木、金。 Today we are going to learn three new 漢字。 Please guess what 漢字。訓読み is 土。土。This means soil。靴に土がついた。靴に土がついた。土。土。音読み is ド、ト、ド、ト。土曜日に学校へ行きます。土曜日に学校へ行きます。土曜日、土曜日。土器、土器。土地、土地。ストロークオーダー。一、二、三。一、二、三。Now you can write all the days of the week. 月曜日、月曜日。火曜日、火曜日。水曜日、水曜日。木曜日、木曜日。金曜日、金曜日。土曜日、土曜日。日曜日、日曜日。 Please guess what 漢字。訓読み is 山、山。 This means mountain. 明日山に登ります。明日山に登ります。山道を歩きます。山道を歩きます。山、山、山道、山道。山芋、山芋。音読み is 三、三。これは富士山の写真です。これは富士山の写真です。富士山、富士山。山菜、山菜。ストロークオーダー。一、二、三。一、二、三。
Please guess what kanji? Kunyomi is kawa. Kawa. This means river. Ie no chikaku ni kawa ga arimasu. Ie no chikaku ni kawa ga arimasu.川、川、川上、川上、川下、川下。音読み is 線、線。河川敷に公園があります。河川敷に公園があります。河川、河川、ストロークオーダー。1、2、3。練習しましょう。Please read the Japanese below. Answer is 今日は土曜日です。今日は土曜日です。川で魚を釣ります。川で魚を釣ります。富士山に行きたいです。富士山に行きたいです。チェックダンサー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 宿題漢字の復習をしましょう。今日の勉強はここまでです。See you next lesson. Bye bye.